最初に車掌さん、七死人は開拓の人間で、でも今は、夢の地では本当にでき、歴史は死者の名を残さないかもしれないが、長い夜に訪れる最初の光だが、それによって、ブルックリン・ティエルナ、もう二度と沈黙しない歴史。この彫像、これがギャラが結局なんていうか、あ、でも全部の、少なくともうちらギャラガーと眠れるハウ宴への招待状、また会うことがあったら。あんたたち、すまないな、ミカさん。何言ってんだ。あんたとドリームリーフの人々はこれから多分ここに残るだろう。ピノコニーの夜は長く。あれ、ミカさんとドリームリーフの住民たち、忍耐の歳月。この開拓の旅は、まるで時計の針が何度回って、多くを語る必要はないわね。このもの、そして次のページをめくりましょう。ラグウォーク・シャール・ミハ、ピノコニーの過去。これでうちらの七死人と、開拓は人々に方向を示すことができる、うん、きっとミハイルはこの日を見届けたかったんだろうな。美月ちゃん、どうかした？ちょっと変な感じがするだけ。これまでも似たような感じがしたことはあった。言ってみろ、もしかしたら。つい考えちゃうの。ミハイルもティエルナンもラザニナも、三人にも若かった時があって、うちらみたいにぶつかり合ったり騒ぎ合ったりしてたんだよね。でもそれも全部過去のことなんだよね。珍しく真剣になってるんだから、少しは合わせてくれたっていいじゃん。例えばだけど、本を読んでる時、登場人物が次々と困難にあって、最後も後悔でいっぱいの結末を迎えたら、複雑な気持ちにならない？うちらは登場人物たちの人、だから現実的じゃなくても、合理的じゃなくても、でも、もし彼らが、ミハイルがこの椅子に座って、毎日毎日請求列車が来るのを待ってた時、あの人は何を思ってたのかな。今うちらの心にあるこの後悔は、そうね、私たちはみんなそのと、銀河は広く、でもそんな短い道のりがつながり合うことで、無数の世界を結びつけることができるの。宇宙はレールに枕木を残した人たちのことを覚えてないかもしれない。私たちが覚えている限り、ミハイルが私たちに残したものは、この問いに対する彼の答えなの。一方で、その意味は、重要なのは答えじゃなくて、え、それが開拓よ。うん。ごめんね、なんか重い雰囲気に。今から先のことを考え、だがそれまでは長い道のりを共に歩んでいくことになる。そうね。そして今一番大事なのは、ピノコニーでの体験を車掌に伝えることよ。
それから準備を整えて、開拓の次の目的。そろそろ列車に戻らないと。でも、その前に、ヨミと最後のお別れをしてこようかな。美月の慰め方は横で黙って見てるだけ。あ、やっと戻ってきた。今回の冒険について話す。俺はただ怒っとるだけ。いつもいつも列車がどこかに停車しそう。俺は怒っとるだけじゃ。ミシャ大丈夫。泣きたいだけ泣き。みんな隣の車両で少し休んでいてもらえる？心配しないで。パブには私がついてるから。でも。行こう、美月。パムにとってあのさ、パムがいつからレシあんな風に声を上げて泣けるのは、慰めるのは姫子に任せよう。さっきのパムは感情的になっていたが、その言葉もあながち間違いではない。君が列車に加わってからというもの。なるほど。だ車掌さん、うちらのために。一般的な乗り物と違って、請求列車は開拓を行うたびに。だがこれまでのこともあって、燃料の消費ペ2回、それってかなりヤバくない？そう言われるとそこまで悲惨じゃない。また宇宙を漂う美少女。つまり次の目的地を選ぶときはその点も考慮しなければならないというわけだな。ああ、製図を確認したが、どちらを目的地にするかはやはり、あるいは、また会ったわね。あんた、なんでうちの部屋から。部屋の主と同じくらい可愛らしいお部屋だったわ。メモキーパー、君がどうやって列車が燃、本当はちゃんと話をして協力。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。普及の公園、本題に入りましょう。請求列車、考えたことはある？この旅の目的地は、あの名高い悪。あなたたちが宇宙に新たなレールを敷くことができれば、列車は、アキビリですら行ったことない世界を開拓する。そんなことを。話を続けてくれ、メモキーパー。その宇宙の大多数の人が、存在を知らない世界。外部からは観測することすら難く、三重の運命によって縛られ、運命を永遠の地。会いに来るのがお、あなたが来るとは。ファミリーがどれだけ警備を固めているか。あなたをここから連れ出何を言っている。交渉、尋問、なぜ今になって死にゆく者に口を開く機会を与える。祭壇から転げ落ちてもその態度は変わらない。そのような謎めいた言葉で私の尊厳を傷。そんなわけないでしょう。私が来たのは、あなたの妹の願いを叶えられる素晴らしい取引を提案するため。ロビンの
誰もが平和を享受できる真の楽園を築く、その約束を果たせるチャンスがまだあると言ったら、私と話してくれる気になるかし。これがとても重い質問だということは分かっている。行きなさい。あなたは自由よ。己の本分を超えようとした神に選ばれし者、その翼を折り、俗世を訪れ、大地を歩き、この世界。あなたたちの慈悲な。言ったでしょ、これは取引だって。それに今すぐ答える必要はない。収穫は一夜にして得られるものではないもの。あ、最後にもう一つ言葉を送ってあげる。経験者からの忠告。人生は辛く短い。